と見ちゃダメって感じ。ああ。なんかアクションを起こす前に考えちゃうから、ね。はいはいはい。それをなくす。ちなみにその生活していく上で、まあ、仕事とか、まあ、ローカルのお店行ったりとかローカルの人と遊んだりとかする中で、なんか自分が生活日々生活していく上でこだわっていくこととか、なんかこれは大事にしながら生活してるよみたいなことあります。なんですかね、やっぱローカルの、まあ、ブランドとかもそうだし、はい、まあ、野菜もそうだし、はあ、そこでしかないっていうか、そこでやってるものを大事にする、はい、ここでバンクーバーでしか経験できないこととか、買えないもの、そうそうそう。だなんか北海道でもそのスノーボードをやってて、でショップのライダーやってて、はい、でそこのお店がやっぱローカルを大事にする、あーなるほど、そういうカルチャーすげえ学んだから、はいはい、山行って掃除して、うんうんうん、みたいな。掃除よく行ってます。掃除よく行ってますでもやっぱこっち来てやっぱこっちのローカルも同じことやってるから、あ、まあ、似てるなと思って、そのかそうか、カルチャー的にはその育ってきたカルチャーとバンクーバーのカルチャーがそこまで全然違うってわけじゃない、特にそのマウントシーモに関してはもうすごい似てます、はいはいはい、うん、ローカル色強いっていうか、割とじゃあ掃除行きますとか行くとローカルのやつらも結構集まってきたりする。なんかスノーボーダーじゃなくても、うん、おじいちゃんおばあちゃんがもうずっと通ってる人がゴミ拾いしてるとかもありますね、すごい。そう、それでまあそれ日本でやってた時はそれがその活動が、うん、その山のスケートボードマガジンに載って、はいはい、で自分たちでその山でパークを作れるようになって、はい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 、っていうのがあったから、これやっとけば間違いないんじゃないかな、なるほど、を今も続けている。変わらずやってます。変わらず、じゃあ昔も今も変わらずそのローカルっていうか、うん、ローカルで、そうですね、集まる文化みたいなのを基本的には大事にしながら生活してると、うん、そうですね。なるほど。今後の目標とかって何かあります？目標は、まあ、スノーボードの話になっちゃうんですけど、はいはい、まあ一つは単純にアラスカを滑る。ああなるほど。アラスカを滑る。そうっすね。なんかスノーボーダーってやっぱそこを目指すの結構多いですよね。へえ。もうほんと急斜面。そうなんです。もうフリーランド。そうですね。そういうのあるからやっぱ自分も行かなきゃなって思うし、バンクーバーから行けるから。はいはい。そんなに遠くないかな。あとはやっぱそのシーモアで自分長く滑ってて。自分でこうイベントっていうか、はいはい、そういう大会でも何でもいいから一つやりたいなって、それやってる人っていないし、ああこっち、うん、日本人で特に、はいはいはい、それできたら面白いかなって、まあ、あとは英語をもうちょっとやりたいかなってなるほど。アラスカで滑る、うん、チーモアで、チーモアでイベントをやる、英語を勉強する結局それ全部じゃないですか。まあまあまあ、イベントやるだったら英語も必要だし、そうですね、だからとりあえず目の前のこと全部やるしかないなって感じかな今。じゃあそんなに先、例えば5年後10年後とか見ずに、ああそうですね、まずは目の前のことじゃ別にやっていく感じです。今後、うん、今日本にいて海外に行ってみたいなっていう人とか、うんうん、あとは今海外にいるけど、例えばバンクーバーにいるけどなかなか馴染めないとか、うん、悩んでる人って多いと思うんですよね。うーん、そういうとても聞きますねくすぶってる人は。そういう人になんかメッセージみたいなのがあれば、もっとこうした方がいい、うん、メッセージとかアドバイスみたいなのがあればなんかありますか？まあ僕が言える感じはあんまないですけど、うん、でもそれでもやっぱそういう風に悩んでる人ってまあ、英語を喋るあのきっかけがないとか、うんうんうん、あとはよく聞きますね。そう、そういうなんつうか趣味がなかったりとか、はいはいはい、それで不満ばっかり言ってるから、うん、だったらまずは自分捨てて何でもやってみろっていう感じです。なるほどなるほど。そこでなんか情熱をなんか持てるものに出会ったら、うんうん、自動的に多分増えていくんですよ。やりたいこととやらなきゃいけないことが、はいはいはい、勝手に増えていくから、勝手に見つかる。そうそうそう、なんか
うん、その一個見つけるのがやっぱ大変なのはもちろん分かるんですけど、うん、でももちろん日本で何かやってたことをこっちでも継続していってもいいってことですね、うん、それはもう本当に思うんです。本当に例えば野球が好きとかだったら、あのこっち来てなんか野球のコミュニティに飛び込んでミートとかミートアップとか行ったり、そのレベルなんて関係なくて、うんうんうん、まずはそれやってたんだったらやってみろっていうこっちねスタイルの方が行きやすい、うまくいく、うん、英語もそうです。そうそうそう、そうだからやっぱ好きなことやってる時が人間って絶対輝いてるから、それ見て周りの人たちが、うん、あいついいじゃんって思ってくれたら、うんうんうん、やっぱ紹介してくれるし、はいはいはい、やっぱ自分がなんか思いっきりやってると周りも協力してくれる、うん、そうそうそう、るしこっちはそれが割と強いですよね。そのコミュニティの中でなんだろう、みんなが助けてくれるみたいな、それは本当に感じましたよ。だからそのビビる、ビビっちゃダメねって感じ。ああ、ビビっちゃダメ、なんかアクションを起こす前に考えちゃうから、はいはい、それをなくす、うん、とりあえずはまずは行動を起こしてみましょう、うん、あとは情熱、情熱を持てるものを1個持つ、そこから全部始まる、はい、わかりました、ありがとうございます。僕から言えるのはこんな感じですね。最後になんか告知することとか何かあれば。告知はまあ紙ヴィンテージですかね。そうですね、今も一応ポップアップでやってたんですけど、なんか結構人気出ちゃって、はい、来年もいつまでですか今の予定では。予定は今年いっぱい、今年の冬で終わり、今年の冬で終わりけどまた延長をする予定、する予定ですね。わかりました。あとは、はい、スノーボードで多分映像とか作るんで、はいはいはい、そういうのも、まあ、今後自分で作ってもらって上げていけば助かりますという感じですね。そしたら、紙ヴィンテージの情報は概要欄に載せておきますので、よかったらそっちもチェックしてください。ドリームキャッチャーもお願いします。あ、ドリームキャッチャーも作ってるんで、ドリームキャッチャー売ってるんですよね。そうっすね、ここに作って手作りで売ってるんで、ドリームキャッチャー欲しい人は紙ヴィンテージまでお願いします。お願いしますと、最後にこの動画いいねと思ったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。